そこにいて、こっち来て、そこにい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 て。はい、おはようございます。18度幕内19度、外 8.7 度。何度まで下がったと思う？ほら1度、幕内3度。むっちゃ寒かった夜。さあ今日も一日始まるよ。何しようかな。とりあえずお茶でも沸かすか。ご飯炊き中。朝ごはん食べようと。ご飯が炊けたと思うので、その間に、蒸らしてる間に野菜サラダ。はい、うなぎの肝を売ってたから、肝をちょっと温めて食べます。そしたらもうこれでできたと思うので、よいしょ、蓋オープンな。よし、はい、きれいに炊けました。それとサラダとうなぎも、なんか面白い取り合わせやけど、いいね。食べたいものを食べたらそんでいい。よし、いただきます。朝ごはんよっ。ちょっと固めやったかも。完食です。ああ、ごちそうさまでした。なんかいっぱいや。うん。何度やと思う、日向。おかしいやろ。暑すぎんねん。はい、こんばんはです。だいぶ冷えてきましたね。さあ2日目夜ご飯作っていきたいと思います。よいしょ。卵の塩焼きやっていきたいと思います。お塩ちょっとないかな。お塩
日も落ち着いてきたので、焼いていきたいと思います。よし、そこね。めっちゃうまそうやん。見てやっぱりしょうがないね。美味しそうね。はい、出来上がりました。美味しそう。そしたらいただきたいと思います。卵やからな。釣りたてやで、これ。よいしょ。釣りたて解禁になって釣ってきたよ言ってもらった。めっちゃうまいです、これ。うまいわ。うん、おいしい。うまっ。めっちゃ脂乗ってるわ。うん、うまい。めっちゃ美味しい。最高ですな。では第2弾。ででん。違うね。食べれるかなと思ってんけど、7匹食えるな。よし、第2弾焼いていこう。これはうまい。捨てるとこないぐらい食えた。急に花粉症で鼻100回ぐらい噛んだら鼻痛い痛い。はあ、山の中きついの。串じゃないから見栄え悪いけど、串持ってくなせてん。見栄え悪いけどめっちゃ美味しいよ。天然アマゴやもんね。これはうまいわ。はい、第2弾完成。見栄えほんま悪いよな。どうしてもくっつくからしょうがないんだよね。熱そう。でもうまそう。最高だな。ペトロマックスのラッジオーブン FT1。 今日これ持ってきました。それにポークスペアリブ。美味しそうかな。を焼いて食べたいと思います。ソース作らなあかんからね。さあ、美味しそう。スペアリブ食べたかってん。で、こんな感じ。ほら、あ、さあ、これでどうなるやろな。まずは水で。はい、それではね、ソース作りの方をしたいと思います。まずは玉ねぎ。玉ねぎすります。もうちょっとかな。ニンニク忘れた。ニンニク持たなかったっけ。忘れた。人参。玉ねぎと人参と
玉ねぎ半分、人参もうちょっといるかな、あ、ま、人参の甘さが出るからいいねんけどね。よし、人参で、リンゴ、いいんだからこれが。よいしょ、もうちょっとかな。リンゴ多いと甘くて美味しいよね。こんなもんだいぶ入れたで、これ。よいしょ、こんな感じで、あとケチャップ、よーいしょっと、ケチャップ入れて、あとは醤油ちょろっと、これぐらい。これは茹でるだけやから上に薪は乗せません。もうオーブンじゃないけど、あの 蒸す感じかな。スペアリブって焼くと丸焦げになるでしょ。あれって美味しい？丸焦げになったやつ美味しくないやん。だから中まで通すために一回茹でて、それから焼きますということです。ではそろそろいいかな。ちょっと見てみようか。開けるよ。いいよ。うまそう。ええ感じになってるやん。よし。よっ。思った。よいしょ。ええ感じで拭いとるわね。うっ、すげえ。よし。そしたら、いくよ。タレにつけて寝かせます。しばらくね。よっ。ほい、こんな感じ。これでしばらく寝かせてから焼きます。これで臭みも取れるしね。はい、それでは漬け込みができたので、焼いていきたいと思います。いや、うまそう。何これ、おいしそうだね。よし、これはうまいぞ。あとは追いだれ的な感じで、ハケとかあれはいいねんけどな、何も持ってきてへんからしょうがないね。それではね、できたから食べたいと思います。いただきまーす。やわ、うまっ、超うまいで、これ。やわらけ、一回蒸してるからな、うまっ、うまっ。おいしいな。はあ、最後の焚き火やね。はあ、これでおしまい。明日は片付けて帰るだけ。10時撤収やからね。8時に起きて、8時にはもう片付けていかないと。2時間は見とかないと。ね。いやあ、まあいいキャンプでしたわ、今回も。気候がな、これぐらいやったらいいねんけどな。なんでやろ。7度、6度ぐらいか。いや、
最高やね。昼間は暑かったけどな今日は。でもまあ良かったですわ。あと何回行けるやろ。5月行けるかな。4月はもう一回行くつもりではいるけどね。バンズは何してんの。夜の散歩中。最後やからね、盛大に入れてやった。残り全部。いいね。何しんやろな。面白いわ。何考えてんのかな。はい、幕内にこもりました。さあ、2日目最終日。もうここがもう撃沈しそう。はい、それではお疲れ様でした。はい、おはようございます。今日はもう早起きて帰らなあかんからな。おい、今ストーブつけたからね。幕内20度、外は 9.6 度。さあ、そしたら帰る段取りしましょうか。時刻は7時5分です。物が散乱してるから。さあ、片付けしていきたいと思います。だいぶ片付いてきましたけど、ちょっと多いかな荷物が。今日もいい天気だね。さあ、積み込んでいくよ。さあ、帰るよ。はい、到着。いやー、疲れたね。大丈夫？降りるよ。それでは、お疲れ様でした。じゃあね。